毎度お世話になっております。風来機2実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いします。はい、前回のヤギ汁ショックから一夜明けて5日目の朝となります。よし、今日も仕事だ。ちなみに私は明日は休みで仕事もないので早起きなんかしなくていいです。昼まで寝てくれるチャンネーが欲しい。贅沢言わないので、バスト82、ウエスト56、ヒップ84の彼女が欲しいです。世界遺産になっている場所とか、まだまだ有名な観光地はたくさんあるし、そういった場所の方がチュラ島店での仕事の取っかかりとして広くみんなに沖縄を知ってもらうにはちょうどいいかもな。ウタギーに行こうって話だっけ、マズルちゃんのお母さんの手がかりを探すために。あざーすざーす。こっちの道にはもう慣れた？ええ、大体。でも雨の日には気をつけてね。内地と違ってすごく滑るから。了解でーす。今ご飯用意するわね。生地の評価の方はおおむね良好ね。まずれちゃんのお母さんを思うけなげさが受けてるみたいね。まずれちゃんの写真使った回あったな。やっぱ泣いてる幼女の写真は大きいお友達にグッとくるのかもね。本人はかなりおてんばなんだけどね。うふふ、紙面じゃそこまではわからないものね。問題はかぶった猫の着ぐるみがいつまで持つかだな。ダメよ、あんまりひどいこと書いちゃしませんよ。でも俺の筆力かで脚色できる範囲にも限界がありますからね。あらあら、ひどいお兄さんね。ひどいこと書くんでしょう。文集みたいにひどいこと書くんでしょう。まつるちゃんか。あの子も表面上は元気だけど内心はかなり心細いんだろうな。なんとか早く見つけてやりたいな。でもお母さん本当に沖縄にいるのかね。まずそこだよね。沖縄に本当に来てるかどうかっていうところがあるけど。はい、5日目なんですが、風来仙人からの情報によりますと、ひめゆりの塔に行けとのことですね。沖縄でひめゆりの塔って言ったら知らない人はいないだろうね。ただね、喋ることがないと思うんだよな。もう何も言わない方がいいかもしれないね。ひめゆりの塔とかさ、なんか戦争に関する場所に関しては淡々と喋るわ。余計なこと言わずに。ルン。ふう、さすがに暑いな。白い光が支配する大きな駐車場の片隅にバイクを止め、エンジンを切ってメットを脱ぐと、すかさずこめかみから汗が流れ落ちた。国道331号線を南へ走り、本島のほとんど最南端に近い場所に行くと、そこにひめゆりの塔はある。沖縄戦の悲劇を伝える物語として何度も映画化されたひめゆりの塔のモデルになった学徒看護隊慰霊碑のある場所だ。映画は当時高校生だった沖縄県立第一高等女学校と沖縄県女子師範学校の女学生たちが軍部の命令によって看護兵として徴用され、砲炎弾雨でいいのかな、の中身の危険を顧みず負傷兵の看護や物資の運搬、あてては死体の処理まで献身的に行ったが、戦線の交代により次第に南部へと追い詰められ、最後にはアメリカ軍の攻撃と集団自決により大勢の少女たちの命が失われたという悲惨な史実を描いたものだ。沖縄の映画で見たことあるのだと、聞け和田摘みの声だっけ、それを見たことあるね、子供の頃に。あれも結構悲惨だったけどね。誰か有名な人が出てたような気がするんだけど、ちょっと覚えてないな。そして今回俺がここに訪れたのも、日本で唯一地上戦が行われた沖縄の人々の悲しみの歴史に触れてみようと思ったからだった。あれ、
硫黄島は、硫黄島はやってないんだっけ、地上戦。硫黄島をやってたよね。ちょっと待って、ちょっと写真を消そうか。ちょっと教祖様は残しておきたいな。教祖様とブラッドピットだけは残そう。ごめんよマズルちゃん、この辺の一回使ったやつは消していこう。煽ってるマズルちゃんは残しときたいな。煽ってるマズルちゃんと薄い本の目のマズルちゃん、あ、あとこれも残しときたい。この辺の首里城の写真はどうでもいいや怒られるっつうの。 OK、 実は俺がこちらに来てみて最初に感じた沖縄の印象はのんびりゆったりだった。南国特有の気候がそうさせるのか、またはこちらの人々が生まれつきそういう気質の人が多いのか、何事にもマイペースで自分にも他人にもおおらかであるという印象だ。まあ人によってそれはいい加減とかだらしがないとかいう言い方をする人もいるが、あ、最近だらしねえな。何事もいい面だけではなかろう、それも仕方がないのものなのだろう。だがそれよりも俺が気になったのは、かつてこの島の人たちは俺たち戦争を知らない世代にも想像もできないような苦渋を味わったはずなのに、どうしてそんな風におおらかでいられるのかということだった。お年寄りとかは分かんないけど、若い人たちは戦争を経験してるわけじゃないからね、話は聞いてるとは思うけど、子供世代とか親世代はちょっと分かんないけど、子供世代になってくるとさ、もう3世代後くらいになってくると戦争の記憶って薄れるもんなんじゃないのかな、話に聞いたとしてもね。誰しも素顔の後ろにいろいろな仮面を持っているものだ。ペルソーナー。この沖縄の人たちのにこやかな笑顔の後ろにも、かつては血と泥と涙に汚れた顔があったはずだ。それをどう乗り越えて今の笑顔があるのか、あるいは今も乗り越えられずに笑顔の後ろで血と涙の仮面をつけているのか、それがどうしても知りたくなってここに来てみたというわけだ。だけどそんな沖縄の魂の素顔を求めてきた俺にはこの場所の姿は少し予想を裏切る展開だった。なんか土産物屋とかあるんだけど壮絶な歴史を持つ土地にはそれにふさわしい厳粛な場所を期待していたのだが、バイクから一歩踏み出した俺の前にあるものはどこにでもある観光地の姿だったねえ、焼きもろこしとかさ売ってそうだよね。巨大な駐車場にはたくさんの上りが立ち、土産物屋の、軒にはウミンチュティまたウミンチュ T シャツ売ってんの、ずらりとぶら下がって観光地を鮮やかに彩っている。観光バスはひっきりなしに大勢の観光客を吐き出し、飲み込んでは慌ただしく次の目的地へと出発していく。まったくそれは本当に沖縄にどこにでもある観光地と何ら変わりがないところだった。広島のなんだっけ、あの平和記念公園とか行ったことあるけどさ、あの辺の周りはね本当に公園しかなくて出店とか一切ないからね、観光地とはまた違う感じがしてね、本当に厳粛な感じがする場所だったよ。中学生の時に行ったっきりだけど。む、これは場所の選択を間違えたか。だけどここまで来て手ぶらで帰るのは悔しいし、とりあえず見るだけでも見てから帰ろうか。じゃれ合いはしゃぐ観光客たちの喧騒に紛れながら、俺は国道を挟んだ向かい側にある慰霊碑まで行ってみることにした。ここの写真撮っておこうか。歩き始めてすぐ体中からじわっと汗がにじみ出てくるのを感じる。日差しがきついな。さすが南国沖縄の一番南のエリアだ。木陰伝いに行くとしますか。俺は参道の左手にある木陰に目を向けた。なんか火みたいなものが置いてあるけど、あれは読まなくていいのか。あ、こよみちゃんじゃん。あれ、こよみちゃんなの。ちゃんまずるに関係する場所じゃないのいや前回もそうだったんだけど、前回はヤギ汁姉ちゃんとアーケード街で臭い飯を食べて談笑して終わったじゃないですか。
え、あれ、ちゃんまずるじゃないの、ここ。間違えたか。あ、いや、でも、風来仙人の情報には、ひめゆりの塔って書いてあるな。あの人間違えたか、もしかして。俺じゃなくて。仙人、猛録しちゃった？あれ、あの後ろ姿、小読みちゃんじゃないか。おーい！おーい！こっちこっち！ヨシヒコさん、相変わらず、キャミってるね。こんなところで会うなんて奇遇だね。今日は観光できたのかな？ううん、半分は仕事かな。小読みちゃんって21歳なんだっけ？合法だな。3人の中では唯一合法だな。そっか、仕事っていうと、もしかして今回のチラシマ店の手伝いで？私もスタッフの一人として自分のできる範囲で取材をしておきたいから、そいつは助かるよ。正直俺一人で取材するって言っても手が回らないところがあるからね。そっか、俺の知らないところで小読みちゃんも手伝ってくれてるんだね。仕事だから。クールビューティーやな。仕事だから当然。うん。でもすごく助かるよ。ありがとね。かわいい！写真撮らせてよ！あー、クソ撮れねえのか、ここ。絶対この写真使ったらさ、再生数うなぎ登りなのに。仕事して感謝されるってなんか変ですね。そうかな？仕事だろうとなんだろうと、誰かのためになることなら感謝されていいはずさ。それに小読みちゃんは、俺や周平さんに頼まれてここに来たわけじゃないよね。うん。じゃあやっぱり、感謝だ。ありがとう、だね。小読みちゃんは今回の企画の助けになればと思って自主的にここを調べに来てくれたんだろう。そうなるのかな。自分でもよく分かっていないのか、小読みちゃんは首をかしげてキョトンとしている。いつも無表情で影のある感じがする彼女だけに、その仕草が妙に新鮮で可愛く感じられる。影がある小読みちゃんも可愛いけどね。よし、強力な助っ人が登場してくれたことだし、一丁気合い入れて取材するか。私も一緒に？うん。地元民の君がいてくれたなら何かと助かるしさ、よろしく頼むよ。地元民。と小読みちゃんはつぶやき、そして少しの間考え込むと話を続けた。私、沖縄はあんまり詳しくないんですよ。あれ、そうなの？こっちの人じゃないんだ。え？あ、福岡、あ、福岡、の短大を卒業してからだから沖縄に住んでまだ1年ちょっとしか経ってない。あー、そっか、周平さん沖縄の人じゃないもんね。そういえばね、そういうことか。へえ、小読みちゃんは福岡に住んでたんだ。うん、兄さんがガイアスを作ってようやく仕事になり始めたから、ガイアスが忙しくなったから手伝いに呼ばれたってことかな。小読みちゃんのね、このくびれがね、すごく気になる。このカーブ、このヘアピンカーブがいいですね。そうですね。それと私もいろいろな場所を見ておきたかったから。あと鎖骨。あの鎖骨のくぼみにヤギ汁を入れて飲みたいだけの人生だった。そう言いながら、ちょっとだけ小読みちゃんの顔色が曇ったように見えた。いろいろな場所か。確かに沖縄は見どころがいっぱいありそうだしな。あ、そっか。もしかして小読みちゃん旅が好きなんだね。どうして？だってさ、ガイアスは旅好きの周平さんが作ったスタジオだし、小読みちゃんもいろいろ見たいって言ってるしね。もしかして違った？どうなのかな？なんだかな？私前は旅が嫌いだったから。え？旅とそれに関わる人を憎んでいたところもあったから。憎悪してたってこと？そこまで何があったの？言いながら小読みちゃんの表情が少し険しいものになった。旅というキーワードから思い起こされる彼女が心の中に抱えた古傷に触れてしまったんだろうか。これ以上いけない。もしかしたら俺は聞いちゃいけないことを聞いてしまったのかもしれないね。そうだね。相馬さんはよく人のプライバシーにズケズケと入り込んで地雷原でタップダンスを踊るからね。自重してください。もしそうなら謝るよ。ごめんね。けど一つだけ聞いていいかな。なんだい。君は今旅が嫌いだったってそう言ったよね。うん。
で、今は旅に関わる仕事をしながら今もこうして取材に来てくれてるわけで、嫌いだったのは過去のことで今は少なくとも嫌いじゃないんだって判断していいのかな。そうだね。 OK、 それじゃあ一緒に取材を手伝ってもらってもいいんだって判断するよ。いいですよ。よっしゃ、たとえ1年でも沖縄に住んでる人が一緒なら心強い。それと一つ頼みがあるんだけど聞いてもらえるかな。頼み？何ですか？被写体になってください。写真をと、お、やった。そうそうそう、風来機といえばさ、これポーズ決めて写真を撮るやつじゃん。あれがないから寂しかったんだよ。やっとできるってことでしょ。私を写真に？ああ、これは俺流のやり方なんだけど、旅の写真は風景だけでなく、その場所を感じている人の姿も一緒に写してこそ臨場感があると思うんだ。場所を感じている人。ああ、例えばさ、名物料理の取材をして写真を撮るときにさ、料理の写真だけでも確かにうまそうには見えるけど、それを幸せそうな顔して頬張っている人が写ってたら、その人の様子や表情を見ればその料理がうまいかまずいか伝わるよね。そうですね。風景も一緒だと思うんだ。いい場所にいる人はいい表情をするし、寂しい場所ならそんな表情になる。楽しい場所なら笑顔になるだろう。そうかも。俺は主に自然の豊かな場所を取材してきたけど、人間も含めて自然なんだと思うんだよ。料理だって人が食べるからこそ料理だし、それと俺の旅って人との触れ合いなしには語れなくてさ。うん、だから俺が旅をした証を写真に残すなら、そこに誰がいてどんな表情をしていたかを抜きには語れないんだ。進行展の時もそうでしたね。あー、見てた、あの写真。いや、恥ずかしいな。進行展は今から4年前に俺が挑戦した北海道を舞台にした旅の企画。彼女はその当時の俺を知っていると周平さんに言ってたっけ。実はさ、ここだけの話、小よみちゃんが見た写真の中に写っている女性の一人は死んでるんですよ。お分かりいただけただろうか。ああ、俺が旅をすれば必ず誰かに出会うし、むしろ出会いがあるから旅をしているんだと思ってる。実際実況にはしてないけどさ、幽霊と二人の幽霊と写真撮ってることになるんだよね。3人のうち2人が心霊写真っていうね。おっかないわ。吉彦さんの旅は誰かに出会うための旅？そうなるのかな。自分でも最近よくわからなくなってる部分もあるんだけどね。少なくとも旅をすれば出会いがあって、それによって満たされる自分を感じているのは確かだね。じゃあ誰かを連れて行ったらその人はどうなっちゃうのかな。え、お、訴えかける感じがグッとくる。出会いが大切なら、すでに出会ってしまっている相手は大切じゃないの？それはあまりにも突然の問いだった。俺は今までずっと一人で旅してきたから、その質問にどう答えていいのか正直わからない。いや違う、それはかつて自分の旅の中に確かにあったものだ。大切な相手と旅をして出会いの感動を共有し、小さな喜びを何倍にもすることができる。そんなパートナーと俺を旅したことがあったはずだ。二人は成仏したけどね。そうだな。思考を巡らせていると、南国の強烈な日差しが肌をじりじりと焦がしていく。小由美ちゃん、そんな肌出してて大丈夫？日焼け止め塗る？なんだか俺の中にある得体の知れない焦燥感のようにじり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 と。質問に答える前にもう少し日陰に入ろうか。ここちょっと暑いから。そうですね。小由美ちゃんを、あれ、いつもだったら、前作だったらカメラを構えると女の子がね、フレームに入ってくんだけど入ってこないな。カジュマルの木が絡まる枝を伸ばして作った木陰に俺たちは入った。参拝者用の、これ長図って読むんだっけ、確か。あの長図社って読むんだよね。手水って書いて長図だよね。長図が涼しげだ。前は読めなかったんだけどね。小由美ちゃんは相変わらずじっと真剣な面持ちでこちらをまっすぐ見ている。俺の答えを待っているんだ。写真が撮れない。小由美ちゃんをモデルに写真撮りたいんだけど、ダメかい。まだ彼女にとってこれはきっと大切な質問なんだろう。質問に答えてからというわけですね。
胸の内に渦巻く今は形容しがたい様々なものの中からはっきりとしたものだけを取り出して伝えることにした。今の質問に答えるのはちょっと難しいけど、お互いが大切にしたい部分を共有できる相手と旅をするなら、旅先での出会いがもっと素晴らしくなると思う。大切にしたい部分、うん、価値観って言ってもいいかな。例えばさ、雄大な山を見上げたとして、きっと誰もが感動すると思うけど、その山を見るだけで十分な人もいれば、どうしても登ってみたくなる人もいるよね。そうだね、富士山登って俺後悔したわ富士山は見上げるものだってね、登って思ったね。俺は後者でね、すごいものに出会ったらそれに近寄ってみたいんだけど、体力的に無理な人もいるし、中には登山なんて絶対したくないって人もいると思う。山に登らない人とヨシシコさんの価値観は違うってこと？いや、山を見て登るかどうかは別問題。大事なのは行ってみたいなって思えるかどうかじゃないかな。この仕事を続けてきて最近分かってきたことなんだけどね、旅に憧れる人は多いけど、誰もが自由に旅に出られるわけじゃないんだ。ああ、そうだね。お金もかかるし、時間も必要だし、立場っていうものも場合によっちゃ絡んでくるもんね。あ、俺の記事を愛読してくれてる読者さんの中にも旅に出たくても出られない人は多いはずなんだけど、旅に憧れるって部分で俺と読者さんの価値観は似ているはずだと思う。まあ旅ってのは大きすぎるくくりだから、それだけで価値観同じだとは断言できないんだけどね。旅に出れなくてもヨシヒコさんと同じ価値観。こよみちゃんは小声でつぶやきながら何かに思考を巡らせているようだった。俺はそんな彼女の邪魔にならないよう少し会話を中断して空を見上げた。以前は旅を嫌い、旅に関わる全てのものを憎んだこともあるというこよみちゃん。そして今は旅の出会いと伴侶について真剣に考えている彼女。伴侶について考えてんの？それは知らんかった。彼氏募集中なのか。こよみちゃんの過去には何があったんだろう。そしておそらく今もその問題は解決されていないように感じられる。周平さんが言ってるだけでしょ、彼氏募集中って。そうなの？そうなの？そういえば俺にも解決してない問題があるんだ。俺はこのまま旅を続けるのか、続けるとしたらどこまで行けばいいのか、何を目指して旅を続ければいいのだろう。旅から旅へ旅することだけが俺の望みなのだろうか。だけどその考えはどこか違う気がする。旅の中でしか見つからない何かを探すため俺は走り続けてきたはずだ。旅がどんなに素晴らしくても、それはあくまでも目的のための手段だったはず。なのに今の俺は目的を見失って、ただ手段だけを繰り返している気がした。俺の目指す目的って何なのかな。相馬さんはめんどくさいね3、ヨシヒコさん、一番大事な部分を駆け落ちている違和感に包まれながら、己の内面へと深く落ちていこうとする自分を引き戻し、視線を戻すと小弓ちゃんがじっとこっちを見ていた。ああごめんね、俺もちょっと考え込んでたよ。そうみたいね。で、話の続きなんだけどさ、旅が好きってことで価値観を共有できる相手と行くなら、きっとそれはいい旅ができると思う。で、旅先で出会った何かに対しても同じように感動や喜怒哀楽を共有する相手となる、その気持ちを分かち合える。うん、でも俺が旅をしていた心の動きを共有してくれる人なら、一緒に旅をしていなくても通じ合えると思う。ヨシヒコさんと読者さんの関係みたいに。ああそうだね、そんな感じかな。じゃあもう出会ってしまった人もヨシヒコさんにとっては大事なんだよね。それは当然だよ。それじゃあどうして旅を続けるの？え？旅をすれば毎日出会いがあるかもしれないけど、旅を続けたら出会いの次に必ず別れが来るよ。ああ、深いところ、深いというか鋭いとツッコミ入れてくるね。確かにな。出会った人が大切でもヨシヒコさんを別れて次の出会いに向かっていっちゃう。それは前作でなんてね、二人と根性の別れをしちゃったからね、二度と出会えないよ。大切な相手が見つかって離れたくないなら、答えは二つに一つじゃないのかな。
そこで旅をやめるか、一緒に旅をするかってことだね。うん。俺が抱えている問題の深い部分に小読みちゃんの言葉が突き刺さる。だけどこの問題については俺が返すべき答えは決まっていた。新工程に挑戦した4年前、北海道で経験した出会いと別れの日々が俺に教えてくれたことの中でも一番大切な部分だから、それにもういない愛すべき人たちから教わったことでもあるから。答えは少なくとももう一つあるさ。そっか、幼なじみのひかりちゃんを合わせても個人が3人いるんだもんね風来機ってすげえゲームだよな。そう考えたらヒロインが3人死んでるって。さっきも話したけど、旅に憧れても旅に出られない人はいる。そしてどんなに大切な相手でも一緒に居続けること、共に旅することができない人もいるんだ。うん。たとえ俺が旅をやめても、その人が大切で傍らにいようとしても、それが叶わない相手もいるからさ。ああ、相馬さんが言うと説得力あるな。そうだね。けどさ、俺は多分信じてる。相手と俺の道が違ったとしても、目指す方向が同じなら何度別れてもまた道の先で出会えるって。その先に俺はいるぞってこと？え？俺と相手が同じ価値観を持って立ち止まらないで歩き続けていれば、きっとまたどこかで何度でもね。だから別れても旅を続けていける？あはは、実際には俺もそんなに達観してるわけじゃなくてさ、正直言うと別れって苦手なんだよ。けど現実にどうにもならないことが多くて、それでも自分がくじけないために必死で信じてるのかもね。強いんだね。おお、喋った。逆だよ、弱いからこそ信じてそれにしがみついてるだけなんじゃないかな。ううん、新工店の頃はそうだったのかもしれないけど、今はすごく自然に自分の弱さを認めてその先を目指そうって頑張ってるよ。こよみちゃんの声優さんでさ、ときめきメモリアル2で、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、サーカス団の女の子の声やってた人じゃなかったっけ？なんか名前聞き覚えがあるんだけど、こよみちゃんだっけな、みことちゃんだっけな、ちょっとどっちか忘れたんだけどね。それはすごく強いことだよ。あ、多分こよみちゃんだ、この声はね。だからと、小読みちゃんはうつむいてしまう。そして少しの間を置いてから顔を上げて話を続けた。ただ本当に吉彦さんは強くなったね。ありがとう。自分じゃわからないけど、俺のことを前から知っていてくれる君がそう言ってくれるんなら、それは本当なのかもしれないね。うん、結局俺には旅が大事みたいでさ、もし俺が強くなれたんなら、それは旅の中の出会いと別れに教わったからで、ずっと走り続けてないと何が大切なのか分からなくってね。そうなんだ。けど旅を通して何かを見つけるのが目的のはずなのに、最近その手段が目的になってそうで正直悩んでたんだ。うん、と素直にうなずく小弓ちゃん。彼女は俺の今の悩みを知っているとでも言うのだろうか。そう感じてしまうほど彼女の肯定はごくごく自然なものだった。というわけでさ、俺は自分の目指すものをニライカナイに見立てて、それを追ってみたいんだ。そうだね。そのための取材にモデルとしても協力してもらいたいんだけど、どうかな。あ、そっか、これモデル交渉の話をしてたんだよねやったら長い話してるからさ、何の話してんのか忘れちゃってたけどさ、小読みちゃんにモデルになってっていうお願いをしてたんだよね。忘れてたわ。小読みちゃんはまだ考え込んでしまった。そしてたっぷり1分ほどの沈黙の後、私まだ自信ないよ。何をおっしゃる。早見優、何を言う。美味しそうに何かを食べたり、楽しい場所で笑ったり、そういうのきっとできない。そうかな。うん、小読みちゃんは確かに顔を崩して笑ったりはしてないみたいだけど、自分で思ってるほど無表情じゃないと思うけどね。そんなことないよ。まだ会って数日だけど、小読みちゃんの小さな喜怒哀楽の表情って結構わかるようになったしね。もう一押しだな。頑張れ相馬さん、ここで諦めんな。行け、ずけずけ行け。そうなの？それに君の小さな表情の変化を俺がちゃんと映して伝えることができたらいいよな。え？その顔、その顔を写真撮りたいんだよ。
みんなが見落としちゃいそうな些細なことだけど、大切なことを俺が拾い上げてさ、それを読者に伝える。雄大な山を見上げながら足元にひっそり咲く小さな花にも目を向ける。俺がしたい仕事ってそういうものだからね。くす。一瞬小嫁ちゃんの顔に笑顔が浮かんだように見えた。それはほんのわずかな瞬間のことで、けど俺はそれを見逃さない。小嫁ちゃんの笑顔を見逃さなかった人だ。やっぱりどうしても小嫁ちゃんを写してみたくなったよ。モデルの件ぜひお願いしたい。この通り。見える理由思いつかないですね。よっしゃー、やった。じゃあ OK ってことで。結構強引だね。はは、なんか気合入ってきたぞ。それじゃあ早速取材の続きをしろ。写真を撮らせてもらうときは言うからよろしくね。かわいいな。よし、今だ。ちょっとあれ、まだ撮れないの？いつ撮れんだよ。早く撮らせてよ。撮らせる、撮れるタイミングってどこなんだろうね。ちょっとわかんないけど。じゃあ今回はこれで終了しましょうかね。小嫁ちゃんのうなじを見ながらお別れをしましょう。それではお疲れ様です。また次回よろしくお願いします。